ミーナ天神側から見た、旧、専門店街の外観大英時代のショッパーズ、福岡店、ショッパーズ専門店街で使われていた、ロゴマークイオンショッパーズ福岡店は、福岡県福岡市中央区天神にある、ショッピングモール。愛称は、天神ショッパーズ福岡。ネットスーパー取扱店舗。当項目では当店に隣接して存在したショッパーズ。 福岡専門店街についても記述する。大英が福岡市中央区の天神地区にすでに存在していた天神店の後継店として商業施設福岡ショッパーズプラザを開業したのが始まりである。開業当初は日本最大級であった。大英のチェーン63号店である。ひも屋店、東戸塚店、京橋店。 甲子園店と並んで、大英でも5本の指に入る、機関店舗として知られていた。大英の会長兼社長であった中内が、天神に大きく出店して、客足の流れを変えたいと語ったほど、大英が力を入れて新設した思い入れのある店舗で、出店の際に、天神近辺では中内が、天神商店街にペンペン草を生やしてやると、発言したという噂までも広まった。 ミーナ天神及び天神地下街とは間接的に結ばれている。後日のショッパーズ福岡専門店街の閉鎖により2011年9月10日に一部テナントを吸収した上で改装工事を行いリニューアルオープンした。2015年9月1日より九州内と北海道、愛知県の大英店舗がイオングループに譲渡されたことにより当店もイオン吸収が 営業権を承継し、店名をイオンショッパーズ福岡店に変更した。屋外看板はイオンに移行後もダイエーのままであったが、同年10月9日に委員の看板に切り替えた。看板はイオンで通常を使われるマゼンタに白文字とは逆の配色の看板となった。2019年4月25日、地下1階から4階までを商業フロア、5階から8階をオフィスフロアとして、 リニューアルオープンした。なお、天神ショッパーズ福岡は、当店の愛称となった。このリニューアルに先立ち、イオン九州が、イオンストア九州から、当店の敷地、建物を101億円で取得している。ショッパーズ福岡専門店街は、かつて存在した、専門店街。ショッパーズ福岡店と同時に開業し、株式会社大英が運営していた。 空中と地下の連絡通路で、ショッパーズ福岡店とミーナ天神に直接的に結ばれており、買い物するのに重宝されていた。大英とは3階と6階にある連絡通路で結ばれていた。しかし、天神の商業集積が大英から離れる形で難化したことが要因で、売り上げが減少、大英の経営方針の転換や建物の老朽化を理由に、 2011年2月、撤退が決定し、同年7月31日に営業を終了した。売上高は1990年を境に減少していたとされる。最後まで営業していたのは約60のてなんとであった。なお、地下1階は、天神地下街への通り抜けのため引き続き、営業時間内は開放している。閉鎖後、跡地の利用について注目されていたが、 同施設を所有する不動産会社の代償により、テナントの誘致活動が行われ、2012年6月28日に約30のテナントが入居した専門店ビル、ノーステンジンとして再出発した。この日開業したのは地下1階から5階部分で、6から8階は翌年にかけて順次開業している。一般用エスカレーターは6階まで利用でき、 ノーステンジニへの連絡通路は利用化。1977年頃のフロアガイドは、夏季の通り出店全店舗一覧は公式サイト、フロアガイドを参照。1988年度には、スーパーマーケットの売上高としては、宮城県の大英仙台店に次いで、年商200億円を超え、日本国内第1位となった。店舗面積は開業当初から長らく1位であったが、 1987年からは、声優光が丘西部店が1位となっている。2003年10月29日に行われた、福岡大英ホークスの日本選手権シリーズ優勝セールでは、ショッパーズ福岡店の売り上げが前年度の5倍程度の1億4000万円を記録した、大英ショッパーズ福岡店の統計鉄道バス道路。ありがとうございます。